皆さんこんにちは、ガチンコサイクル TV 特派員の本間大輝です。今日はですね、ウルトラマントライアスロンに出場される水さんというトライアスリートの方にお話をお伺いしに来ました。では早速ですがお話を聞いていきましょう。はじめまして。はじめまして。いや、水さんお会いしたかったです。私もお会いしたかったです。僕がこう今度出るウルトラマラソンとか、はい、まあ、フルマラソンなんですけど、はい、大体まあ距離が 42.195km とかなんですけど、うんうん、まあ、水さんはなんかその 42.195km をこう毎日練習で走ってるっていうのをインスタで見て、はい、毎日は走ってないです、いやもうそんな水さんにですね、ちょっと今後そのトライアスロンを目指すに向けていろいろなんかアドバイスとか、はい、いろいろお聞きしたいなと思って、はい、私ができることがちょっとあるか分かんないですけど、いや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 、はい、もうぜひぜひよろしくお願いします。ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。皆さん、そのアイアンマンは走られたことは、はい、アイアンマン自体は、過去に4回、4回、はい4回、はい、4回完走はしています。それはどれぐらい前の、どれぐらい前、何年前とか、何年前、初めてアイアンマン出たのが5年前、2018年、うーん、5年前、はい、2018年と2019年に1回ずつ出て、その後に2023年に2回出たのか、去年2回出ました。あ、すごいですね。それは、はい、ってことはこの国外ってことですよね。全部海外のレースですね。それはどちら、はい、一番最初はどちら、一番最初がマレーシアで、あ、マレーシア、はい、ランカウイ、あ、ランカウイ、あ、はい、そうですそうです。あ、そっか、アイアンマン自体に今日あの出たいから調べては、はい、興味があって、最終的にはアイアンマンレースをちょっと走りたいなと思ってるので、ちなみにどのレースにしたいとかっていうのはあるんですか。あの、ランカウイの、あ、ランカウイ、はい、ランカウイと、あと、どちらでした、オーストラリア、はい、オーストラリアのケアンズとかが有名ですね。私が出たのはバッセルトンっていう方なんですけど、ま、オーストラリアが3カ所開催してて、そうなんです。ケアンズが一番人気で、バッセルトンもあるので、私はバッセルトンの方に出て、そうですね、はい、なんかアイアンマンレースは結構なんか全国いろんなところでやってる、はいはい、あの、世界でいろんなところでやってるようなイメージがあるんですけど、僕は初めてそのウルトラマントライアスロンっていうのをちょっとお聞きして、確かに結構あんまりこう開催、それも結構いろんなところで開催されてるんですか。そう、あの、一応世界で3カ所開催があって、あ、 3カ所、はい、3カ所しかないんですか。はい、で、2月に、2月にフロリダ、3月にアリゾナ、はい、で7月にカナダの3回で、一応世界選手権があって、世界選手権がハワイで、へー、11月にあります。これウルトラマントライアスロンって誰でも申し込みとかすれば出れるんですか。一応誰でも申し込みはできるんですけど、一応基準としてアイアンマンのタイムを14時間半以内に完走しなきゃいけないっていうルールというか規定があって、まあ、でも14時間半っていうのは結構ゆっくりめなタイムなので、まあ、すごく早くなくても申し込めるっていう。でもあれですよね、もうアイアンマン完走できる前提の人がもう、そうですね、完走はしたことがないとそうですよね、エントリーはできずに、ですね、でそれ以外にも完走できる根拠をエントリーシートみたいなのに書く必要があって、はい、そんなの面接みたいな、はい、そうなんです。だから私は100キロマラソン走ったことありますとか、こういうタイムで走りましたとか、そういうのを結構細かく書いて、それで初めてオファーをもらえるというか。それは日本語でもいいんですか。あ、それは全部英語で書いて、まあ、でも Google 翻訳で私は。僕も、はい、まだ全然そのトライアスロンをやりたいなと思ってるところで、練習も全然、それこそ今年はフルマラソンをまず走ったことがないので、はいはいはい、フルマラソンから始めようと思ってて、うんうんうん、で、まあ、そのための練習とかも大体こう何ヶ月スパンで考えて、はいはい、何ヶ月前くらいからこれくらい走ってとか、はいはい、いろいろこうスケジュールを立ててやってるんですけど、なんかそのトライアスロンって3種類あるじゃないですか、はい、で走る練習もしないといけないし、で水泳の練習もしないといけないし、はいはい、でバイクの練習もしないといけないし、でしかもそれこそそのウルトラマンとかになってくると、はい、その練習の多分距離もなんか長くないとなんか練習としてこう結構積み重ねができないのかなって思うので、はい、そうですね、はい、そのなんか時間の確保とか、あとその初めてそのアイアンマンレースに出られた時って、はい、大体そのやるぞってなってから何ヶ月前くらいからどういうふうに何からこうやり始めたみたいな。確かに本当初めて出た時は、でも私どうやって練習してたかな、
結構覚えてないところも多いんですけど、まあ、生まれた時からわあどうだったかな。そうですね、大体私は全部競技経験ゼロから始めてるので、はいはいはい、はい、1週間でアイアンマンの距離を走れるようにを目安にやっていました。1週間でアイアン、その3種目、はい、3種目のバランスよく、やっぱり毎日40キロ走るとか絶対に無理じゃないですか。で毎日自転車200キロ走るとか絶対無理なので、はい、1週間で、あ、はい、1週間トータルで水泳が4キロぐらい、自転車が200キロぐらいで、ランが40キロぐらいになるようにバランスよく、それなるほど、その1週間で出場する大会の距離を、はいはい、3種目全部走るっていう風に、はい、やっておけば安心かなみたいなのでやってましたし、その練習をスタートする前は、そうですね、4ヶ月半年ぐらい前から練習はしていたと思います。全く初めてじゃないじゃないですか。そうですね、まあ、一応、はい、マラソンもハーフマラソンも走ったことがあって、はい、ってなったら大体4ヶ月ぐらい前から練習をすれば。本当ですか、はい、でその多分水泳はまだ経験があまり、それがですね、はい、ちょっと今梅雨でずっと雨が降ってたので、まあ、走れない期間ちょっと水泳をやってみようかなと思って、はい、まあ、この前市民プールでちょっと泳いでみたんですね、はいはい、で僕その水泳の経験っていうのが、はい、もう小学校の 25m プールぐらいの経験しかなかったので、久しぶりに泳ぐなと思いながら市民プールに行って、はいはい、でまあ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  50m ぐらいは泳げるだろうなと思って、はいはい、まあ、去年自転車で日本一周してたし、うん、まあ、なんだかんだ体力とかもあるし、はい、まあ、いけるかなと思って泳いだんですけど、はい、なんか10メートルぐらいで足ついてしまって、はい、もう本当多分泳ぎ方が分かってないのか、すぐ疲れちゃうのと、はいはいはい、あとその無駄な力がすごく入ってるのか、はいはいはい、体がもう全身痛くなってしまって、そこでちょっと、あ、はいはい、これは半年じゃ効かないなって思いながら、それで今思い出したんですけど、私も水泳だけは本当に本当に未経験だったので、はい、水泳だけ1年ぐらい前から始めたのを思い出しました。危ない危ない、はい、聞いといてよかったです危なかった危なかった、はい、水泳って、まあ、それこそトライアスロンだと結構海で泳ぐレースじゃないですか、はい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 、ってなるとその普段プールで泳い で、はい、で海での泳ぐ練習っていうのもされるんですか。そうですね、でも海で泳ぐ練習こそ本当に4ヶ月前ぐらいからスタートしました。それ以外は本当にプールがメインで、大会が近くなってきたら海で2回ぐらい大会前に泳いで、はい、もう大会っていう。それは大体大会と同じ距離を泳ぐんですか。そうですね、2回、はい、あ、大体2回くらいで。海水ってこんな感じかみたいな、はい、まあ、もともと私がサーフィンやっていたっていうのもあって。あ、はい、そうなんですねだから海自体は慣れてたのでっていうの2回で済んだのかもしれないですけど、いや、ちょっともう考えるだけでもう海が怖くて、だって最悪溺れるじゃないですか、本当に一番その危ない。そうですよね、おそらくそのトライアスロンの中でスイムが一番最初に来てるのは、はい、もう最後にするともうなんか結構みんな、はい、危ないからだと思うんですけど、はい、実際その大会とかってじゃあ海で泳ぎます、はい、でも普段は普通の水泳水着だと思うんですけど、はい、その大会ってなんかウェットスーツ着用義務とかあるじゃないですか、はい、であれってなんかまたちょっと変わったりします。その変わる、あ、浮力が上がるので、はい、浮くようになるので、あとやっぱり海水自体も浮きやすいですし、 あとすごい大人数でスタートするので流れるプールみたいになるんですよ、はい、全体的に。あ、そうなんですか、はい、波はもちろんありますけど流れ的には流れができるのでプールで泳ぐよりは泳ぎやすくなります。確かになんかこうちょっと動画とか写真とか見ると、はい、なんかスタートってこうみんなでこうバシャ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 って入っていって、はい、でもみんなバタ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 で、はい、もう水しぶきですごいなんかよく見えないみたいなスタートの状況だったんですけど、はいはい、なんかあれってその前の選手と か、はい、なんか隣の選手とかぶつかってとかってあるんですか。それはあります。 あるんですね、はい、ただ避けようと思えば避けられるので、
あのやっぱり初めて出る人とかは避けたいのでどうやって泳いだらいいですかみたいな感じで聞いて、はいはい、コーチとかに聞いてみると避ける泳ぎ方も教えてくれたりとか、そういうのあるんですね。ちょっとできればちょっと端の方からスタートするとか、あなるほど、やっぱり早く泳ぎたい人同士がぶつかっちゃうので、もう譲ってあげてとか、そういうテクニックはあります。いや、はい、本当に水泳だけがすごく本当に不安で、この前本当に現実をこう突きつけられたというか、まあ、やっぱり1年くらいは必要なんですね、はい、そうですね。でも私特にスクールとかは通わずに、あ本当ですか、とにかくゆっくり長く泳ぐ練習をプールでひたすら一人でやってただけなので、あの遠泳、まあ遠泳なんかでも泳ぎ方とかを調べて泳いだとかでもなく、ただただただなんかちょっとゆっくり泳いだら疲れないかなみたいな感じで、そんなので泳ぎますだったので。本当ですか、はい、僕なんか調べてこう泳ぐんですけど、はい、こう何ですかね、こう息継ぎは何回に1回とか、はい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 、こう肩をこう入れ込むみたいな、はいはいはい、そういうのいろいろ出てくるんですけど、はい、なんかそれってこう自分で意識しててもなんか自分じゃ分からないところがちょっとあるから、うん、しかも難しくないですか、なんかよく分からなくて、はい、なんかこう誰かに見てもらって、はいはい、で姿勢とか直してもらいながらの方が確実なのかなと思って、はいはい、ちょっと最近調べてたんですけど、はいはい、そういうのもなく水泳を1年ぐらいやられて、はいはい、そうですね、はい、もう私の場合はですけど、はい、そうでした。私もその海が怖いとか水が怖いとかはあったので、はい、まずはプールの大会から出て、そのスプリントディスタンスの大会はプールでやる大会だったので。そうなんですね、はい、どちらですか。これは昭和記念公園、あ、はい、今は多分なくなっちゃったのかな、なんですけど、プールで泳ぐ大会もあれば、あとはその次に出たのが私湖の大会に出たんですよ。あ、そういうのもあるんですね、はい、ハーフマラソンも今出たことがあって、もうフルマラソンの練習もしてて、うん、でしかもウルトラマラソンも出ますって決まってるとしたら、スイムとバイクは全く心配いらないと思うんですよ。その日本一周もしてたし、自転車も乗ってたし、あ、ランとバイク、はい、はい、あ、ランとバイク、私なんて言いました、スイムとバイク、ごめんなさい、間違えました。そう、ランとバイクとランは全く心配ないと思うので、はい、スイムだけなんとかなれば、いきなりその 70.3 の距離とかも全然大丈夫だと思うので、まあ、それかその、来年の、はい、こうオリンピックディスタンス出れれば、はい、その10月のアイアンマンレース 7.0 に間に合うようなオリンピックディスタンスも出れれば、はいはいまあ、一番理想なんですけど、今年そのフルマラソン走りながら、はいはい、バイクも走りながら水泳もやって、はいはい、確かに一番、まあ、1年ぐらいかけてできればっていう。そうですね、本当に来年あのトライアスロンのその 70.3 出るってなったら、はい、日本で一番最初のオリンピックディスタンスが4月なんですよ。あ、そうなんですか、はい、だから4月 の, オリンあのトライアスロンだと富士五湖と多分かぶっちゃうので、そうですね、間に合わないですよね僕もそのオリンピックディスタンス自体でもう、はい、あ、スイム 1.5 キロか、うん、うわやばい、どうしようみたいな感じだったので、はいはい、いや今日本当あえて終えてきて、はい、ね、もう、でも本当スイムだけクリアできた、すごい先を行ってるやっぱり人がいると、はい、なんかこう引っ張られるような気持ちになるんで、そう、私もスイム本当に未経験から始めたので、すごいですね、もう、はい、そこから今では、はい、ランだけど80何キロ走るってい う、ね、いや、はい、それはもう本当に日々の練習の積み重ねだと思うんですけど、トライアスロン自体のコーチの方とかっていらっしゃるんですか。専属でコーチをしてもらってるっていう方はいないですね、うん、はい、でもこう間とかもあるじゃないですか、水泳泳ぎ終わった後に、はいはいはい、じゃあバイク乗りますっていうこの間のこう、はい、なんかやりくりだとか、はいはいはい、トランジションとか、なんかそういうのも全部大会の中でやってきたっていうのは、うん、そうですね、やっぱりその周りにトライアスロンやってる人が多いので、トライアスロンやってる人同士で教えてもらったりとか、それはいいですね、はい、やっぱりやっていく中でそのコーチをしている人と友達になれたりとかで、まあ、技はあのなんだろう、コーチングとして教わったことはないんですけど、アドバイスとして教えてもらったのを生かしてやっているっていう、はい、ちょっとぜひ僕もそのコミュニティに、ぜひ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 ちょうど2年前に1型糖尿病っていう病気を発症して、はいうんはいはい、
で結構その世の中だと糖尿病って聞くと、うん、まあ、甘いものを食べ過ぎだとか、うん、生活習慣が悪かったから自分のせいなんでしょうみたいな、はいはい、まあ、そういうなんか結構偏見っていうのが多くて、うん、ただその1型糖尿病と2型糖尿病と、まあ、その他にもいろんな糖尿病っていう種類がいろいろあるんですけど、はい、どの糖尿病もなんかその自分のせいと か, なんかそういうのはなんか結構なんていうんですか、まとえてないというか、うん、1型糖尿病っていうのはもう本当突然なるっていう自己免疫の病気なので、はいはいはい、突然なってしまう、突然その血糖値を下げるためのインスリンホルモンが出なくなってしまう病気なので、はいはい、うん、なのでこう運動とかするときってこう食べたものがエネルギーになってやっと動けるじゃないですか、はいはい、でもその食べたその糖質をエネルギーにするためにはインスリンが必要なので、はいはいはい、1型糖尿病になるとインスリンが全く体から作れなくなっちゃう病気、はい、なので食べてもエネルギーにならないで血糖値だけが上がってしまうっていうような病気なんですけど、はいはい、なので僕が、まあ、マラソンとか、トライアスロンとかやるってなるともう都度インスリンを体外からこう注射器で入れてあげて、はい、食べたものがしっかりこうエネルギーになってから運動するっていう形になるんですけど、はいはい、なんかこの25年間ずっと、はい、あの発症する前ですね、はい、25年間はずっとそういうスポーツとかをやってきてなくて、あ、はいはい、でまあ、この病気になった理由っていうのをずっと探してた自分がいて、なんでこんな病気になったんだろうみたいな、だからせめて自分に原因があれば諦めもすぐつくのにとか、はいはい、いろいろ考えたんですけど、はい、なんかあの、まあ、同じ病気のことからこう、そう頑張ってる大輝さんの姿見て、うん、自分で注射打ってみますとか、うん、なんか結構その小学生とか小さい子がなる病気なんですよね、はいはい、でまあ、そういう子たちからなんかそういうメッセージとかコメントを YouTube とかでもらって、はいはい、あ、もしかしたらこのためにこの病気になったのかなっていうふうにちょっとこう自分の中でもうそう思い込んで、うん、今までこう2年間活動してきたんですけど、はいはい、なんかどん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 やっぱり辛いことに挑戦していきたいなっていうのがベースにあってなるほど、っていうのも、はい、もう病気が辛すぎて、うん、病気になったことがショックすぎて、うん、もう1年ぐらいずっと何もできない、うん、そうやってうつ状態だったんですけど、はい、例えばフルマラソンとかトライアスロン、はい、めちゃめちゃやっぱ辛い、きついじゃないですか、はい、できつければきついほど病気を忘れられるっていうことに気がつきまして、なるほどっていうのも、はい、なんかもう病気関係ないんですよね、その去年自転車日本一周した時も、はい、なんか病気どころじゃない、それよりも暑すぎる、暑すぎるし、はい、もう自転車漕ぐの辛すぎるし、はい、坂道えぐすぎるし、はい、なんかそういう辛ければ辛いほど、なんかあれ今全然血糖値のこと考えてなかったなとか、うん、でそれをうまくあのこう達成するために、はいはい、こう自分でやりくりするっていう目標があるからこそ、はい、なんか血糖値コントロールが手段になってるっていうようなことが、まあ、一番こう自分の中でこの病気をこう消化できる方法だなっていう、まあ、それをみんなにもこう僕が挑戦する中で知ってもらいたいなっていうので、はいはい、いろんなことに挑戦していこうと、うん、やっぱ僕の中で一番辛いと思ってるのがトライアスロンだったので、あ、なるほどなるほどトライアスロンに挑戦しようかなっていう、いやめっちゃ向いてると思います、トライアスロン、はい、競技中も打ち続けなきゃいけないみたいな、はい、多分そのウルトラマラソンとかになってくると、はい、打たないといけないのかなとは思うんですけど、はいはい、まあ、フルマラソンとか、まあ、3時間4時間ぐらいのレースだったら多分全然、あ、3、4時間ぐらいやったら、あのカーボローディングとかで全然いけるとは、はいはいはい、なるほどなるほど、血糖値がどうしてもどん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 下がっちゃうんですよ、なのでこうどん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 補食をずっとしないといけなくて、まあ、大体みんなそうだと思うんですけど、はい、その水泳の時ってその 1.5 キロとか、そうですよね、何十キロとかって、はい、その水泳中って食べたり飲んだりとかってできないわけじゃないですか、そうですね、はい、事前に入れとくんですか全部、そうですね、そんなにあの多分一般的に 1.5 キロだとそんなにエネルギーが減らないので、補給取る人はほとんどいないです、へー、はい、もうだから事前に、まあ、100キロカロリーぐらいのジェル取って泳いで、泳ぎ終わったらまたジェル取ってぐらいなので、であの私の10キロとかになるとさすがにあの取らないと持たないんですけど、私はアイアンマンの 3.8 キロまでは一切取らないです、はい、あ、本当ですか、大体取らない人が多いです、あ、取る場合ってどうするんですか、じゃあその今回のウルトラ、あ、今回は、カヤックが並走するんですよ、あ、なるほど、なのでカヤックに捕まって補給取ることは可能なので、
はい、まあ、今回本当異例なので普通のアイアンマンだとそのカヤックとかはいないので、まあ、でもあの2周回するレースっていうのが結構多いので、1回陸に上がれて水とかは飲んでもう1周できるっていうレースとかは多いので、そこでちょっと水を飲んだりするぐらいかな。ジェル取ってる人はそこまであのいないんですけど、やっぱりその体調に合わせて取らないといけないとしたら多分そこのタイミングで取るとかなんですかね。泳ぎながらはなかなか難しいですもんね。そうですよね、はい、なんかその血糖値が下がった時にやっぱ補給し糖質入れないと動けなくなっちゃって、はい、うん、多分そのまま死ぬので、はいはい、うん、海の場合はそうですよね。あと血糖値もやっぱ測れない、海の中で、はい、あ、海だと測れないんですね、はい、なんでまあ多分練習中に感覚として覚えて、はいはい、行くしかないのかなとは思うんですけど、いや捕食ってどういうどれぐらいのカロリーをあれですか、だいたい1回のトライアスロンレースで消費するカロリーとかって、はいはい、ちゃんと計算したことなくて、私が結構蓄え型、胃袋がすごく強くて、あの前日とかに食べたものだけでレースできるタイプの人なので。そんなことできるんですか。そうなんです、私がすごい量食べれるんですよ、めちゃくちゃ食べるんですよ。溜め込み型ってやつですね。溜め込み型それどうやったらできるんですかこの食べる量、食べる、まあ、でも普段から食べるのが好きなので、はい、あのだからレースの前日とかに本当にパスタもう10人前とかそんなレベルとか、全然あの7000キロカロリーとかは全然食べれちゃうので、本当に私は結構異例なんですけど、7000キロカロリー、はい、とかでもう当日レースの朝お腹空いてないみたいな、いやすごいですね、状態で始めちゃうので、レース中の補給っていうのが結構当てにならないかなって感じです私のは。じゃあもう前日に、はい、それはもう炭水化物中心で全部入れる、はい、もう基本炭水化物だけ、もうパスタとか、あ、パスタなんですね、やっぱりお米とかが多くて、私はそのあのだからアイアンマンの最後のランでジェル100キロカロリーしか取らないんですよ、はい、40キロで100キロカロリーって少ないってすごい言われるんですけど、私はそれで走れちゃうのでちょっと参考にならないかもしれないんですけど、やっぱそういうのをやっていく中で100キロだとそのゼリーみたいな、あのアミノバイタルみたいな、はい、アミノバイタルみたいなジェル一つ、あれ一つ、はい、とかなので、まあ、やっていくうちにだいたい1時間に100キロカロリーくらい取れるといいねとは言われてますけど、1時間に1回100キロ、はい、1時間に1回ぐらい取れるといいねっていう、そのでもそれは本当にあくまで参考値なので、うん、まあ、確かに人によって全然、はい、代謝とかも違いますもん、はい、で元々は1時間に1回取るようにしてたら私は気持ち悪くなっちゃったので、あ、それはやめてお腹が空いたら取るぐらいに私はしてたりとか、ちょっとあんまり当てにならなかったかもしれない、はい、そうなんですもう全部丸とカットしてもらってちょっと聞く相手を間違えたっていう感じです。すいませんトライアスロンって結構自分との戦いなんですよね、うん、もちろんその世界選手権で上位を目指してる人とかはその選手同士の戦いにはなると思うんですけど、トライアスロン完走したいって挑戦する人って本当に自分との戦いになってくるので、はい、その精神力がめちゃくちゃ合ってると思います。いやなんかすごい、はい、やっぱりやってる人の言葉すごいずしっときますね。もう本当ですか。なんか僕ももう1回ぐらい完走したかのような気持ちになりました今、うん、もう本当すぐ完走できると思います。いやもうちょっとマインドが、まあ、本当に日々の練習もすごく大変だとは思うんですけど、はい、僕もちょっとこれからもういろいろ応援させていただいて勉強させていただいて、ありがとうございます。でまずは、まあ、フルマラソンですよね。そうですね、今年がフルマラソンで、はい、フルマラソンを走って、そう、次はウルトラマラソン、ウルトラマラソンを走ってすごいな。であの去年自転車で日本一周してから自転車全く乗ってなかったんで自転車の、まあ、フォームレースとか出ながら、はい、なるほどなるほど、どん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 やっていこう、はい、あと一つ言わせていただきたいんですけど、はい、あのトライアスロンとウルトラマラソンだったらなんかウルトラマラソンの方がきつい気がします。本当ですか。多分個人的な感想だと思うんですけど、私がちょっとランニングが苦手なので、あ、はい、3種目の中でランが苦手なのでウルトラマラソンの方がきつい気がしますけど。本当ですか。はい、いやでもその段階を追ってね、はい、ぜひ、はい、あの無事完走されて、はい、お怪我もなくできることを祈ってますので、はいはい、頑張ってきます。いやいや、ね、今後とも完走して、ね、完走したって言ってちょっとパワーをやっぱ私もなんだろう、パワーを伝えられたらなって思うので、う、はい、いや僕 もう今日だけですごいパワーをもらったの で, で完走された時にはもうどれぐらいになってしまうんだろう
ふうに思ってますけども、はいはい、あの今日は本当にいろんなお話聞かせていただいて、はい、本当に勉強になりました。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ってきます。はい、お互い頑張りましょう。そうですね、はい、一緒にいつか同じレースに出れたら、ね、レースも一緒に出ましょう、はい、練習とかもね、あ、ぜひ、はい、もう全部お願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。